はい、1611回、もうフラフラしてきました、1611回、9月21日木曜日ですね。3回前かな、1608回でね、アメリカのペンス副大統領が、前 副大統領か、共和党のね、中国は悪の帝国になりつつあるなんてね、言ってましたけども、そんでね、日本のね、中国にある北京の、日本大使館か、そこにね、もう毎日のように、例の、ね、福島原発の処理水の問題でね、迷惑電話、ガンガン来てるみたいだし、あと、ね、日本の尖閣諸島の、周り、日本の EEZ 内にね、V 打ち込んでってね、とんでも国家なんだけども、中国。そのね、中国と仲良しのね、人がいますよ、ここに。沖縄県の知事、いやもう本当にこの人、デニーさん、いやもうさん付けもしたくないね、ここまで来るとね。デニー玉城沖縄県知事ね、国連ヨーロッパ本部で講演、沖縄は世界共通の問題だということで言ってます。時事通信ね、19日スイスジュネーブの国連欧州本部で講演するで玉城デニー沖縄県知事ってことでね、沖縄県の玉城デニー知事は19日訪問先のスイスジュネーブにある国連ヨーロッパ本部で、在日米軍基地問題をテーマに講演したということで、普天間飛行場ねの、宜野湾市の名護市辺野古移設などに触れ、沖縄で起きているのは人権や民主主義、環境など世界共通の問題だ、共に考えてほしいと訴えたということでね、沖縄の問題を、沖縄の問題っていうかね、この辺野古移転ね、この問題を、もうなんとか世界に広めよう、世界で広めよう、揉めてます、沖縄は大変です、人権が侵されてます、これが民主主義でいいんですか、環境ね、良くないことをやってますね、言って何のためになるんでしょうか。知事は20分余りのスピーチで、県民が望んでいるのは普天間飛行場の県外国外移転だと、移設だが、日米両政府が出した答えは美しい海を埋め立て新たな基地を建設するというものだったと指摘。その上で日本政府が日米安保体制を優先、沖縄に基地を集中させ続けていると、地域の自立性と自主性を脅かしかねないと強調したというね。このデニーさんは中国に行ってね、本当におべっか使ってみたりですよ。何やってんのっていう知事になって、本当に沖縄のためにな、これがジュネーブのこのヨーロッパ本部行って、国連のこれ喋ることが沖縄のためになるんですかね、これね。ね、今のがね、時事通信の話ですよ。ね、ジュネーブにまで行ってですよ。私ここ行ったな、ジュネーブのヨーロッパ本部。そういえば。行きましたよ。行ったことあるよ、ここ。湖があるのね。目の前にね、このヨーロッパ本部の目の前に。はい、散歩しましたよ。で、もう一つ、産経新聞。ね、これに関してなんだけども、玉城知事は沖縄の分断工作に加担。前回カウンタースピーチをしてガナハさんってことでね、産経新聞、沖縄県の玉城デニー知事がスイスジュネーブで開かれている、国連人権理事会で、日本政府を批判するスピーチしたことに対し、沖縄出身のジャーナリスト、ガナハ雅子さんっていうのかな、真子さんっていうのかな、ガナハ雅子さんが産経新聞にコメントを寄せ、コメントを寄せ、沖縄と本土の分断、プロパガンダに加担する行為と、厳しく批判したと。全くその通り、沖縄とね、本州本土の分断を図るようなことだとね、プロパガンダに加担する行為だと厳しく批判したということです。ガナハ雅子さんね、ガナハさんはよく知ってますよ、私も。
ガラホさんは2015年の、国連人権理事会で、オナガね、いましたね、前知事。オナガは、オナガはじゃない、オナガ前知事ね、沖縄のね、この人、うん、あの沖縄の人々は自己決定権や人権をないがしろにされていますなどと演説した、うん、さあ翌日の国連人権理事会で、うん、日本の一部として私たち県民は世界最高水準の人権と、うん、質の高い教育、福祉、医療、生活を享受していますと、どうか お流しのプロパガンダ、うん、を信じないでくださいとカウンタースピーチをしたことで知られるっていうね、最高だね、ガナハさんね、全くその通り、うん、本当歴代の沖縄知事っていうのはなんでこんな活動家みたいなことをやるかね、率先してね、本土とね、日本本土と沖縄を分断するような、まるで沖縄がね、なんか独自の文化背景にした先住民族みたいなね、うん、感じで言ってるんですよ、本当に。なんで基地問題を世界中にね、大きな声で言って、中国には何回も何回も足しげく通ってみたいな、これどこの国の沖縄県知事なのっていう感じですよね、本当に。東京より北京に行ってんじゃないのっていう、回数的には、うん、本当に。で、今回の玉城デニー氏のスピーチに対するガナハノさんコメントね、次の通り、うん、玉城氏のスピーチに、玉城デニー知事は今回沖縄県民を先住民族だと訴える NGO の発言枠を使って演説をしたと。公的立場でありながら沖縄と本土の分断を図るプロパガンダに加担する行為だと。うん、ただ尾長前知事はね、先住民族という、神話性の高い自己決先住民族と神話性の高い自己決定権っていう言葉を演説に盛り込んだが、玉城氏は使わなかった。先住民族論が県民に全く浸透せずね、沖縄県民に全く浸透せず、あの尾長の時にね、逆に抗議活動が勢いを得たからだろうね、うん、そうなんですよ。先住民族って言葉を使ったら県民に浸透しねばかりがね、抗議されたもんだから、尾長の時。で、玉城デニー知事はね、この先住民族っていうの言葉を使わなかったと、うん。沖縄をめぐる問題で最も注目すべきは、実は基地反対が、田舎ではないと、うん。分断して統治せよという言葉があるが、本土との分断工作が進んでいることに警戒すべきだと。その背後に中国がいることも忘れてはならないと。いうこと、ガナハさん言ってます。本当にそう、これもう沖縄は完全にね、中国による、日本本土と沖縄との分断工作入ってますよ。まあ沖縄県民の方ね、もう沖縄タイムズとかね、沖縄タイムズだっけ、琉球新報とかね、うん、沖縄タイムズとか、もう琉球大学とか、この辺ですよ、この辺、うん、中心にですね、プロパガンダ、ね、中国バックにいて、入ってますから、これもろに受けたね、市民の皆さんがね、選んじゃうんだな、玉城デニーとか尾長とか、こんなの選んじゃって、本当にひどいもんですよ、ね、成人式のあの荒れっぷりね、沖縄だけ、今時っていうことやってますからね、沖縄ね、え、そんで離婚率が高くて、若い男女すぐ結婚したはいいけどすぐ離婚して、ね、シングルマザーの比率が高くて、うん、ね、貧困率が高いって言ってるんだけど幸福度も日本一高いというね、沖縄本当に不思議なところなんだけどもね、まあでも本土から何億国がお金がね、毎年毎年2500億ぐらい流れてるんですよ、今だって2000億以上は少なくたって。これ本土の一人当たり、赤ちゃんからお年寄りまで一人当たり毎年2000円ずつ、うん、沖縄県民のために払ってるような計算ですよ、うん、その点沖縄県民どう思ってるのかね、うん、まあこんなこと私が言ってる時点でなんか分断工作に私が乗っかっちゃってるみたいな形になるんだけども、
本当にね、沖縄は北京を向くんじゃなくて東京を向いた方がいいと思いますけどね、私は、うん、ね、沖縄の方言、ちょっときついって言ったって意思の疎通ぐらいできますよ、東京の人と、ね、中国の北京と意思疎通できますかって言って本当に、ね、何を考えてんのかね、本当に玉城デニー、しかも知事ですよ、知事、もう本当にね、知事、立候補する時点でまともな人間少ないからね、沖縄県知事選挙の場合ね、本当に、まあ、メディアからまず変えていかないとね、変わらないと思うけど、どん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 メディア、今、インターネットの登場でだいぶ変わったけども、状況ね、ね、沖縄県民の皆さん、考えてみてくださいよ、先人の方々がね、本土復帰運動をあれだけね、やって、ようやく、ね、日本本土に復帰できたわけですよ。そういうね、血と汗の苦労、うん、考えて、今本当にこの玉城キデニー知事がね、国連のヨーロッパ本部で講演したような、こと、ね、そんなにひどいのっていう感じするけどね、確かに基地は集中してるかもしれないけども、これは本当、あそこ要所だから、ね、台湾有事があるんだよ、これあるって言われてるんだよ。中国の目と鼻の先だよ。うん、尖閣、沖縄県だからね、言っとくけど尖閣市、尖閣諸島は、うん、分かってんのかね、沖縄の方々、中国が V、ね、どんどんぶっ込んでるとかね、分かってんのかね、報道されてんのかね、それ分かってて、デニー知事、ヨーロッパまで行って、うん、基地があるから、基地があるから、つって言ってんのかね、この人も、本当に、活動家だよね、この玉城デニーなんて、本当に、ほとんど。嫌になっちゃうね、沖縄のニュースに聞いて、あんまりいい思いないよ、本当に。ということで、胸くそ悪いニュースだよ、本当に沖縄県のニュースは、玉城デニー知事はじめね、本当に。そういうことです、はい、1611回、ね、私は分断工作に乗らないように、うん、したいと思いますよ。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。